よいよ世紀の一戦が始まります。ジェンガ対決です。今日のエントリーご紹介いたしましょう。まずは黒木千秋アナウンサーです。よろしくお願いします。誰に手を振っているんでしょうか。今のところ観客はこの会場にはいません。さあそして対するは岩原大輝アナウンサーです。勝つしかありません。はい、さあこの2人ジェンガ対決、普段はですね関西情報ネット10でキャスターサブキャスターの間から1年違いのさあ2人、はい、今日は世紀の一戦ジェンガで、勝敗を決めていただきましょう。ここで一度ルールを説明しておきます。独自ルールといたしまして、上3段は手をつけないでください。一度そのジェンガに手を触れたら必ずそのジェンガを取ってください。ちょっと待って、そんなルールでやったことない。これがアナウンサーチャンネルの独自ルールということになります。さあそれではいよいよ試合スタート。すごい気合が入った始まりなんですけど、私さあ始まりました。まずは久しぶりなんですよ、ね、久しぶりという言い訳をしながらさあどっから抜けばいいのジェンガ。じゃあ下からいきます。まずは下から、おっと、さあ簡単に抜いてきました。さあ抜いて上に乗せてくれ。普通乗せるでしょ。ごめんなさい、ジェンガのルールを把握しておりません。ジェンガ久しぶりで、そんなルールなんでしたっけ。抜いてものすごくドヤ顔で待っておりましたけれども、さあ左手でいきました。利き手は左手なんでしょうか。え、利き手左手なの。右です。右手の、おっとこの辺りはなぜか左手で触ってしまいました。ちょっと黙ってください。実況に対しては黙ってくれという、そんなこともあるんですね。邪魔しないといけないからね。意外と早く決着がつくんではないでしょうか。いきます。さあどうだ。いったね。慎重に。さあお互いに1投目、おっと奥手も増えている。まあなんといっても黒木アナウンサーといいますと、そこまで行って委員会の議長を務めて、はい、もう丸1年というところになりました。はい、まあそのあたりもういろんな年上の方を転がしてという定評がありますけれども、今回は年下の後輩と戦うということになっております。任せてください。年下も転がします。年下も転がすことができるか。もう金繰り捨ててですね、自分のアナウンサーということを忘れて素の黒木千秋が出ております。さあ揺れている。なんでこんなにぐるぐる回るんですかね、この子。ちょっと言うこと聞いてね。おっと、ジェンガに対しても甘えている。おっと、取れた。取りました。いや素晴らしい。はい、さあどうなるか。すごい顔が真剣ですよ。普段の番組では見せたことのない真剣。普段からこの顔しかしてません。いやこの顔しかしてませんか。まだかつてこの会議室でこの緊張感はあったでしょうか。お、ここはシンプルに抜けました。さあ相手にプレッシャーをかけてきた。どうしたらいいんですかね。さあ先輩の黒木千秋アナウンサー、さあどこを狙ってくるか。強気に攻める攻める、そういった性格が魅力の黒木。これいけそうじゃない。おっと、ここはいけるんではないか。おっと、おー、抜けました。簡単に抜けました。さて、ちょっと、おっと、ここでいけるか。抜いてきた。さあここからバランスよくいけるかどうか。やばい、やはり土台に手をつけたのは良くなかったか。全体的に動いている。さあここからどうするか。もう路上で、ここで倒れた。やったー、やはり強かった黒木千秋。やってしまった、やったー。いやー素晴らしい一戦でした、はい、放送席、放送席勝ちました黒木千秋アナウンサーに来ていただきました。はい、ナイスゲームでした。ありがとうございます。今日の勝因はいかがですか。やはりここぞという時の勝負強さですね。始まりました、アナウンサーのジェンガ対決。全然空気変わりますね。アナハルみたいな感じで実況は今
回が実況初挑戦の読売テレビアナウンサー黒木千晶です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。そして今回の下克上ジェンガチャレンジにチャレンジ。下克上前提みたいになってますよそれ。もう勝ちでいいのかな、うん、下克上前提になってますよそれ。下克上してほしいなというか、してほしいな。そんな実況アナウンサー主観入れていいの。偏ってる。もうタイトルもつけましたが、うん、挑戦するのは立田教座アナウンサー。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして下克上に挑戦するのは岩原大輝アナウンサーです。はい、お願いします。よろしくお願いします。勝ちたい。岩原さん頑張って下克上してください、はい、なんか偏ってますよね実況がね。さあまずは岩原アナウンサーが抜きます。はい、岩原アナウンサー現在26歳。まずはスムーズに下の方を抜きましたね。確かアナウンサーもあ、ちょっと岩原アナウンサーが抜いた横のデルタを抜きました。岩原アナウンサー、うん、次はどこに行くんでしょうか。はいはいはい、真ん中の端を抜きましたね。なるほどね。ということは あ、マスターアナウンサー今触りましたね。マスターアナウンサーやべえ、これやっちまった。今やっちまったという声もありましたが、抜いた。あ、ジェンガが、これ、ジェンガが両手使ってもいいですか。両手は使っても大丈夫。ちょっと待ってください、ちょっと、はいはい、今、審議、今これ両サイド竜田さんがこの2本の2本のジェンガを抑えていったんですけど、これなしですよ。え、これなしなの。うわー、ちょっと待って、まだ触ってないでしょ。まだ触ってないね。先輩の大人げない煽りが見受けられます。大人げないソコスターが。本当にこんな先輩にはなりたくない。こんな先輩にはなりたくない。ちょっと待って、これ揺れてるんですよ。揺らさないであげてくださいね。おお。さあ、スタンドが抜いた横、岩原アナ奥の方に成功しました。おお、ちょっと待って待って、手をかけたジェンガ、家が大きくしなっています。違うジェンガを触りました。違うジェンガ、スタッフさん、そっちだ。これじゃダメですよ。ちゃんと触ったやつ抜いてください。いけ、正統派が勝つっていうことですか。卑怯な手を何度も使おうとする36歳にやっぱ20代屈さないということですよ。でこれが証明できてよかった。